夏美。おお、こいち今帰り。おう、夏美より先に学校出たと思ったんだ。あ、これ誕生日プレゼント、同じパートの後輩たちからもらったんだけどさ、なんか卒業したみたいじゃね。確かに。行こう。うん。全国行けそうなの？どうだろうな。まあそうなるようには頑張ってはいるけどさ。そっちは？この前行ってた大学見てきたんだろ？うん。まだ入れるかわかんないけど、やっぱり目指そうってはっきり思えた。そっか。うん。すごいね、それ。本当だよ。雨降ってんのにこの大荷物。慕われてるんだよ。いい先輩じゃん。そう。うん。俺だといろいろ聞きやすいってだけだろ。部長とか上手すぎるやつには後輩も壁感じたりするし、俺くらいがちょうどいいんだろ。違うと思う。こいつって結構いろいろ気がつくし、自分が上級生だからって威張ったりしないで練習頑張るじゃん。私は好きだからわかるけど、後輩たちもそういうの見てるんだと思うよ。何？あ、いや、お前今俺のこと違う、そういう意味じゃなくて、あの幼なじみとしてこいつのことは昔からよく知ってるから分かるっていうのを、あの言葉間違えて。なんだよ、びっくりさせんなよ、バカじゃねえの。私先帰るね。え？あ、はい、これプレゼント。後輩のよりしょぼくてごめん。じゃあまたね。